はい、まずスタートですけどね、まあ、ここは1番車2番車ともにね素取りに行きましたね。まあ、渡辺和成選手もね前取って引いて、まくりたいという気持ちもねありますのでね、やはりここ前取りというところだったんですかね。1番の吉田俊弘選手が1番車でしたので、まあ、ここは取れませんでしたよね。まあ、前から2番目ということになったんですけども、まあ、それはそれでね、前の方にいれば、渡辺和成選手トップスピードありますからね、いいと思いますよね。前には7番の柴崎選手、そして吉田俊弘ですね、7選手までついて7番1番4番で中部地元勢ですね、今日は柴崎選手を先頭に中部地区は戦います。そしてその次のラインですね、2番車の渡辺和成選手がいますので、和田圭選手を連れて2番9番の東北ラインですね、そしてその後ろ6番の宮本、3番の小倉というところなんですけども、まあ、この6番3番の中国四国勢が昨日宮本選手がね、復活のねレースをのろしを上げているようなレースをしたので、まあ、ここは宮本選手も期待なのかな、浮上かなというレースですよね。最高峰には鈴木隆二選手、そして神山一郎選手です。関東勢ですね。まあ、鈴木隆二選手の動きとしてみれば、最近のレースは本当前々に踏んで、内が空けば内に攻め込んだり、もう状況判断ですごく繊細に動けるようになってきましたからね。まあ、ここは神山選手としてみればもうここは絶対的な信頼を受ける選手だと思いますね。もう前々に攻める鈴木隆二選手ですね。ですけどもやっぱりね、後ろになってしまいましたからね、車番の悪さからね、まあ、1回前に抑えて、活路を開くようなことになると思うんですけども、もう残り2周のね青番バックから抑えに行くんですけどもね、ここそれを察知して、6番の宮本俊介選手もね前に伺いました。柴崎選手のとこまで行ったんですけども、まあ、ここでね、宮本選手の方が、1回抑える形に なって鈴木選手がねここで1回もう1回切りに行くのかなと思ったんですけど、3番手でね並走になるんですよね。まあ、この辺から勝負の行方がちょっとね組み気が怪しくなってきて、渡辺和成選手は後方でさら足で回っている形ですよね。緩めばどこからでも行っちゃうよって感じなんですけども、まあ、内が空いたことによって柴崎選手が前に行きました。吉田選手はねあれをね内側攻めていくと失格までは考えられてしまうので、うん、車を引かざるを得ませんでしたよね。まあ、これは競輪のルールで仕方ないんですけども、まあ、番手を取り切った鈴木隆二選手、番手絶好ですよね。3番手に回った宮本選手、4番手は3番の小倉隆二選手を連れて、まくり追い込み仕掛けようと思ってるんですけども、まあ、後ろから渡辺和成選手が仕掛けてきたのを合わせて、吉田俊弘選手がね落ち着いてベテランの味を出しましたよね。素晴らしいですよねこの伸びと惰性ね、うん、やはりこの競輪選手だなっていうのを感じますけどもね。まあ、2着には鈴木隆二選手、3着には宮本選手が若い2人が入りましたけどもね、まあ、このレースも、まあ、吉田選手はついていけませんでしたけども、あれはルールで仕方がないんですよね。そうですね、はい、それで、まあ、最終的には足を溜めてまくり追い込みというところで、はい、吉田選手地元で、見事だなというところですよね。まあ、でも自力自力自力ですからね、自力3人ですからね、これはね、はい、やっぱりちょっとこう追い込みとしてはバックが迎えただけにきついんじゃないですかね、きついかもしれないですね、うん、はい、はい、そのような6レースでした。